はい、皆さんこんにちは。お待たせいたしました。前回の赤いギターに続いて T14A 到着いたしました。前回の動画で、ね、ちょっと皆さんにお詫びがあるんですけども、前回の赤いギター T14A なんですけども、後で見直したら私動画でね T14B って B という型番オールタンバモデルのことなんですね。それと間違えてちょっと私喋ってましてね、全てこれもう NG なしの一発撮りでやってますんで申し訳ありません。今ここでね T14A ということで、訂正させていただきます。そして今回、届きましたのもこちら、T14A カスタム、ご依頼いただいたのが千葉県の S さんですね。ご注文依頼、いただきました。でね、本当はもう、前回の動画はオールメープル、トップがスプルースで側背面がメープルだったんですね。で今回こちらのオーナーさんはトップにシトカスプルース、そして側背面にはローズ。しかも見てください、この装飾すごいでしょ。この装飾を施したものということでね、本当は2台揃ってれば音色の違いっていうのをねこの場でご紹介できたんですけども、どうしても1台ずつ仕上がった順番に届きますもんでね、この動画とこの前の動画の赤いギターと皆さんいろいろ聞き比べて、どっちがいいかなっていう形でね、自分の好みっていうものを、探してみてください。はい。それではじゃあ今回こちら、千葉県の S さんのギター、T14A カスタムご紹介したいと思います。まずね、ヘッドの方のデザインから。はい。お名前が入ってます。オーナーネーム。もう S さんという必要は全くありませんね。もうそのものズバリで、斉藤さんの、お名前が入っております。そして、指板の方はもう人気絶好調、岩永桜ですね。これが入ってます。そして、これね、今回このギター、オーナーさんのかなりのこだわりがありまして、指板、最近人工指板をね、選択される方が多いんですけども、斉藤さん、黒炭を指定されてます。そしてブリッジの方は黒一色ということでね、ここには装飾をなしにしてくださいということで、黒一色の、こちらも、当然黒炭ですね。それで仕上がっております。はい、それと、あとトップの方が、私のシリーズっていうのはノーマルモデルっていうのはホワイトスプルースを使ってるんですけども、今回オーナーさん、シトカスプルースの方を指定されました。そして側背面がこちらローズウッドですね、インディアンローズ。ただこのもう装飾を見てください。ちょっとドアップで分かりますか。これアバロン街と白蝶街、これ白蝶街ね、照明がちょっとただの真っ白に映っちゃったと思います。これでも本当にね七色にキラ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 光ってるんですよ。こういう感じでもう装飾施されてます。はい、ここもこんな感じですね。で本来この装飾っていうのはドレッドノートサイズに設計されたサイズなんですけども、それをちょっと職人さんの方でねうまくこの容積の中に収まるように工夫して、入れてもらってあります。そんなモデルになりますね。はい。それと、それとね、これもオーナーさんの、こだわりで、私のシリーズだと、もう最近この GOP ネックをね、指定される方が多いんですけども、マホ、一本で行ってくれということで、マホガニーネック、こちらになっております。ということでですね、で、細かなところでね、ちょっと使用表の方を一応確認しておきますけども、結構こだわりを持たれて、こちらのオーナーさん作られてます。で、こちらのオーナーさんも、前回の赤いギターのオーナーさんと同じでライブ活動をかなり盛んにやってらっしゃる方でして、こちら、もう生音にエフェクトのかかる OS-1 ですね、これを搭載してます。はい、こんな感じ。はい、今これね、音色をそーっと聞いてもらうと、表でね、やっと秋らしくなりましたよね。もう、コオロギがね、ものすごい大合唱で、多分もしかしたらこれマイクの中にこのコオロギの音色入ってるんじゃないでしょうか。そんな中で今日はもうお届けという形になりますんで、じゃあ早速定番のね、コード進行での、音色の紹介という形になります。また E コードのじゃらんと、いつもの定番のコード進行、それで聴き比べの方をしてみてください。はい、それでは行きまーす。前回のメープルとは違う音色ですよ。ローズウッド特有の音色。
い、じゃあ定番コード進行で。になりますね。私の方でこう音色の違いね、前回のメープル、速配面をメープルで作ったものとの違いっていうと、このローズっていうのはやっぱしね、はっきりくっきりメリハリのある音出るんですね。で、前回のメープルを使った場合、こう温かさ柔らかさ、それの入った音色になってくるんです。その違いというのがね、私は今もここで生音聞いてますから分かるんだけども、皆さん YouTube を通しての動画でどこまでそこね違い分かっていただけるか、はっきりくっきり系の好きな方は、こちらの方を、今回はシトカ使ってますけども、いわゆるスプルース、それと、ローズウッドで、少し柔らかめにしたいなっていう方はね、スプルースに、メープル、これを持ってきてもらうと、そういう音色の傾向を、作り出すことができます。はい、ちょっとまた G コード、G の E マイナーか、これの繰り返しいってみますね。ね、しっとり感があるっていうのがこのシトカスプルースを使った場合なんですね。私が定番としているホワイトスプルースを使うと、もう少しねこうダイナミックさというか荒々しさというか、そういう感じの中高域になってきます。こちらの方がこうしっとりというかこう繊細な感じ、そういう音色になるんですね。はい、という感じですね。で、前回の動画とね、なるべく同じ状況にしたいということで、使ってる弦は同じです。エリクサーの EJ の16だったかな。それのライトを使っております。なんで、ちょっと動画が離れ離れになっちゃいましたけど、前回の、赤いギターとこのモデル、ローズウッドとの違いというものを皆さんちょっと検証してみてください。そんな形ですね。ちょっともう一回この背面皆さんにお見せしちゃいましょう。これほんと綺麗なんでね。ちょっと照明の光量が大きすぎる、強すぎるのかな。この白い花の部分、ここがね、本当にね、こう七色に光っているっていうんですか、白蝶貝特有の、それがあります。今ちょっと白飛びしちゃってますね。で、これは蝶がアバロン貝、それで入っております。はい、こんな感じですね。はい、それと、何回かね、皆さんの方からのお問い合わせで、注文したいんだけど、どうやって注文したらいいのっていうお問い合わせがね、やっぱし未だにこうありまして、動画の最後にそれをまた皆さんに説明しとこうかなと思ってるんですけども、今、この YouTube の動画を見てらっしゃるこの概要欄、下開いていただくと、私のメールアドレス載ってます。そこから、私の方にメールを飛ばしてください。で、私の方からそこに返信いたします。で、話の内容がね、途切れ途切れになっちゃうといけませんので、一度返信したメールは全て全文を残した感じで、こう、ピンポンでね、やり取りができるように、仕様の方をまとめていきたいというふうに、流れはなってますんで、よろしくお願いいたします。あとは、私の方のブログのメッセージ欄というところがあるんで、そこに、メールアドレス、お名前とお電話番号ですね、それを記載して、ポチッとやっていただければ私の方からもお返事いたしますんで。で、まずこのベースとなるモデルね、 TD の、T の 14A というのはどういうものかっていうのも全部この概要欄のところにベースとなるモデルのお値段が全部載っています。皆さんそこにこうカスタマイズをしていくわけですね。で、国内のメーカーでこう一箇所カスタマイズするともう何万っていう単位で値段がポン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 って跳ね上がっちゃうんですけども、私のやってるの数千円でできちゃいます。で、
背面のこの装飾ボーンと入れるとなると、通常だとね、もう何万、まあ、10万までいかないにしても結構な金額にはなるんだけども、私のギターはこれでできちゃいます、ということでね、結構カスタマイズやりたい放題、もう自由に自分の欲しかったっていうギターを作れますんでね、また皆さんそちらの方で、ご依頼の方、お待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。じゃあこちら、T14A に OS1 搭載モデルですね。もう一回ちょっと OS1 の音色やってきますかね。今これで、ディレイをねちょっと長めにかけてあります。長めにかけすぎない方がいいかな。このぐらいの方が通常はいいのかもしれない。はい、こんな感じになります。また皆さんもね、これをつけて、ステージの方をね、立たれてみてください。ということで、今回ご紹介いたしましたのが、こちら、T14A カスタム、という形になります。また皆さん、よろしくお願いいたします。